お疲れちゃんです。ラットです。ということで今回もねクラッシュラリーやっていくんですけど、今日はですねこちらの、ウォールブレイカーデッキ、はい、を使っていきたいなと思います。で、あのウォールブレイカーね、前ちょっと前に加工されたものの、言うてね全然使えます。あの逆にダメージは、加工されてね弱くなったものの、なんか絶対にセパレート、できるようになりました。前だったらセパレートしたくても、あはーこっち行っちゃう、あっち行っちゃうとか、あセパレートそこすんのかいみたいなね、いろいろややこしかったんですけど、2体がねあの喧嘩したのか知んないんですけど、2体に間が空いて、セパレートはね絶対できるようになりましたっていう部分では、すごいね使いやすくなりました。ですので、今日はねウォールブレイカー使っていきたいなと思います。でまあエリゴレとかベビドラとかも加工されたものの、結局ね今でも全然使われてます。でもそんな感じですね。トリトンぐらいかな、加工されて、ほぼ全くって言っていいぐらい使われなくなったのは。はい、まあ僕トリトン好きだったんですごいそこは悲しいですけども、はい、というところでですね、比較的じゃない、基本的にはキッズコウモリをして、相手がこれに何も出さなかったら普通にディガー飛ばすんですけど、このコウモリに対して相手がたまにねどっちかのサイドに、まあ多分コウモリ3体側のサイドにケツからメガゴとかケツからベビドラとかを割いてくれることがよくあります。なんでそういった時に、逆サイドに、ね、ディガーを、飛ばすことによって2体ね相手のユニット引き出せるので、それを、ファルチとかねバルキリーとかで回収していきたいところではあります。はい、相手はゴラーですね。ゴラーちゃんが来ちゃいましたね。なんで一回コウモリセパしつつ、ディガー逆サイド飛ばしつつ、ファルチで防衛しようかな。よいしょ。ここのね防衛がまたむずいですよ。これもう取るね。あキュイーン、 Y の取るねファルチのこれピースが試される。 OK、 いいよ。はい、ゴレに対しては結構まあ高回転でファルチが回るのでいいんじゃないでしょうか。で、まあ、とりあえずねセパレート安牌ですね。こう真ん中に出すと2体がねちゃんと間空いてるので、相手これに対してもう1個出さないとファルチも入る。このファルチも入るのはでかいですね。でこういったコウモリに、リガをねつなげてもう1枚ねまたユニット咲かせます。でこれをねスケとかで美味しくいただけたらよかったんですけど、さっきスケダクプリにぶつけちゃいましたからねあー待って、このミンディペア多分入らないですね。はい、 OK というところで、相手はまあゴレなので後ろからゴレが来るかな。来たら一回ウォールブレイカーを飛ばして、まあ、相手にねコスト咲かせたいですね。まあ、無視したで2発よいしょ美味しいというところで、ここでもうファルチを出しちゃいますね。あの2周目ファルチを回したいので、ファルチ出た瞬間すぐトルネかけますけど、てかまあ来るでしょうっていう読みでかけたものの、やっちまーるように見えるけど、危ない。ここは、急いでファルチを回しますと。で、攻め取るに来ますね、これもしかしたら。こっちもするよと。お互いね、お互いに攻め取るね、ゲーミング。よいしょ。あ、待って。Y の、これか、爆破がちょっと怖いですけど、いいよ。いや、めっちゃいい防衛じゃない、これ。今のは、正直ね、おられたと僕思いました。多分みんな思ったんじゃないでしょうか。まあでも、こんな感じで、高回転でもあるんでね、端前で一回、ロケットだと思わなかったんで、普通にトルネかましちゃいましたね。あそこがちょっともったいなかったかな、というイメージありましたね。あそこは安牌に普通にロケ打つか、ロケ打たなくてよかった。普通にあれだ。トルネかけたところは、普通にね、ユニット回して2周目ハルチ回せばよかったかなと思いますね。はい、というところで、ゴラは結構いいですね。ウォールブレイカーとね、ウォールブレイカーで攻めつつ、またコウモリディガーですね。結構コウモリを攻めでガンガン使えると、相手にユニットを出させられるので、そこを、スケとかファルチューでバルキーでしっかり回収してね、高回転でもあるので、また2周目ね、ディガーウォールブレイカー、またコウモリでね、攻めていければいいかなと思います。はい。といったところで、久しぶりにマルチなので、ね、マッチングの待ち時間というものが存在しますね。さっき聞いてください。これカップ麺を食べたんですよ。お昼何食べようかなと思って、外出るのもだるいんでね。カップ麺食べようと思って、家に、どん兵衛と、味噌ラーメンと、2人前ぐらいある大きい焼きそばあるじゃないですか。だから、僕は、
まあ、味噌ラーメンでも食べようかなと思って、湯を沸かしてたわけなんですよね。で、沸かして、まあ、言えます。で、5分だったかな、カップ麺。5分待ち時間があったので、まあ、5分待つじゃないですか。で、何しようかなと思いつつ、暇だったんで、まあ、YouTube を見ちゃったわけなんですね、YouTube を。カップ麺の待ち時間に YouTube を見ちゃうと良くないですね。相手だけえぐいな、これまた。YouTube やっぱ長いじゃないですか。1本もう十何分の見ちゃって、普通に見ちゃったんですよ、だから。そしたら、気づいたら、5分じゃなくて15分ぐらい経ってて、もうカップ麺の麺がもうビヨンビヨンになっちゃってましたね。めっちゃ伸びてるし、汁も減ってるしっていうので、まあ全然ね、捨てるとかなく、もちろんね、美味しくいただいたんですけど、ビヨンビヨンになっちゃってましたね。ここまでなるかっていうぐらいね、吸っちゃってましたね、汁を。はい。なんで皆さんも気をつけてくださいね、カップ麺マジで。間に3分とかだったらね、ちょっとクラロワで1000とかあるんですけど、5分だったんで、ちょっとね、YouTube 見ちゃってたら、事故っちゃいましたね。はい。というところで、なんで僕の相手なんで、キャー、こう、カオスなんだっていう、ね、すごい思いますけど、これ、一回、ディガーで相手のオーブン壊したいですね。小屋がすごい邪魔ですね。で、ウォールブレーカー飛ばしたいんですけども、まあ五分小屋置かれるよねって、まあいっか、五分小屋ぐらいなら置いてくれという感じで、ウッド、これね、一番良くないですね。ウッドだけで処理される、これもロケ打っちゃいますね。で、このダメージをできるだけやっぱ抑えていきたいですね、最終的に。おー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 、ああ、これ相手あれっすよ、コスト3つ使ってます、今見ました。でオーブン置かれると一番辛い。あー、その通りだ。オーブン、ウッド、縦線って若干ね、回転早いんですよ、この方。そこが、まあ、切れたいところではあるんですけど、こやこや、縦線、ウッドのディガーロケ、まあまあ、でも全然勝てますよ、これは。このダメージはまあ抑えるでしょ。コウモリがね、多分相手結構きついんじゃないと思うんですけど、まあ、ディガーでもちろん削る。で、オールブレイク飛ばしつつ、これ入るよ。これ声置かないと入るよ。入るよ。大丈夫だよね。オーケー、ナイス。で、これしっかりね、この声のダメージを入れないのが大事。まあ、許容するのももちろん大事になってくるんですけど、まあ、あとは相手はあれだ、ディガー。ディガーじゃなくてコウモリがきついので、しっかりコウモリを飛ばしていきたい。で、1200まで行ったらロケ削りをしたいものの、ロケ628だと思われるので、お、え、やばくない？ライトニング、あれ、ロケット持ってたよね。カオスすぎない？デッキがすごいカオスすぎないっていうので、ディガーがさっきから後ろなので、それがすごい読まれるのが怖いんですけど、 OK、 ロケ2発こっから回します。さすがに僕の方が早いよねっていう。右側のこのディガーは無視できますね。オッケー。相手も削りに来てますね。え、待って、ワンチャン負けるこれ。嫌なんだけど、嫌なんだけど、さすがに嫌なんだけど、ちょっと待って。あ、これディガー拾わないといけない。え？そんなことある待って、普通にそうだ。あー、やば。ちょ、待って。なんか嫌なんだけど、これに負けるの。なんか嫌なんだけど、マジ？いや、それはちょっとやられたわ。待って、普通に、ライトにちょっと振り打ち受けてから全然考えれてなかった、ダメージ。待って、今のちょっとなし。今のなし。っていうところで、ちょっとね、最後、行きたい。最後勝って終わりたいですね、さすがにね。はい。こやこや、ロケットライトニングか。紹介しますか。これはね、はい、よろしく。小屋がね、やっぱポイズンじゃない分ちょっと厄介でしたね。まあ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 、というわけで、コウモリからの何かユニット出たら逆サイにディガー。いや、これはまあどっちでもいい、正直どっちでもいい。まあ、気持ち3体の方にね飛ばしていきます。で、ウッド裂いたので、ウォールブレイカーが刺さるよねって。あ、多分相手これバルキリーありますね。多分これでバルキリー出てくるんじゃないのかな。あ、これはトルネで美味しくいただく。え、一発美味しい。で、ホグですね。ホグクエイクかロケットかまた分かんないんですけど、で、これは結局スケだけだと受けれないので、スケ出してもその後もう一体何か出さないといけないので、バルキリー出しちゃいましたね。
まあ、スケコウモリでも良かったかもしれないですけど。で、これコウモリ出すことによって相手にファルチかトルネを出させれます。それはめっちゃいいアイスピード。も俺のこのディガーによってコウモリが生きる。あ、トルネゴブリンかな。はい。よいしょ。まあ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 。で、トルネあるので、ホグは正直入んないですね。なんで、もうロケット削りをしていきたいですね。ラッツプラン。あ、待って、痛い。入っちゃったよ。まあまあまあ。はい、というわけで、まあでも、後ろからバラキー咲くぐらいなら、ディガーで削ってもいいかな。で、あえて内側。まあまあまあ、トルネで起動されたら起動されたですね。正直、ロケ削りデッキなので。打っちゃいます。これトルネで守れると思ったので、僕は。はい。OK。OK。今、バルキリーホグされたら辛かったんですけど、ロケット打った瞬間ってね。なんですけど、今、バルキリーを置いたら裂いた後で、ファルチホグだったら結局ホグが先行するので、今みたいにね、ロケット打ちましたね。バルキリーを攻めで使えない状況の時に、使っていきたいですね。危ない危ない。これね、痛いんですよ、ファルチってめっちゃ。いいすけ。いいすけだよ。これは、飛ばしますか。まあ、無理。あ、やばい。これやばい。あ、やばい。これしちゃったかも。これしちゃったな。あ、そう。これがね、またまたきついってやつですね。多分攻め取るんで来るかな。これ怖いので、確実にね、一発受けて、許容のね、よいしょ。トルネです。そう、いっぱいなんかごちゃごちゃしてて、うわー、これホグ吸ってもめっちゃダメージ受けるなって時は、今みたいなキングに確実に、っていう手もありですね。これあれですね、あんまディガーで攻める必要ないかも。あのゴブリンで、あの結局そう、ゴブリンがねちょっとダメ、ゴブリンでディガー抑えられちゃうので、もうロッキー削りみたいなのがありますね。あ、でこのホグのダメージも良くないですね。確実にもっと抑えていかないと、僕が今後ねピンチになるんじゃないかなと思います。でゴブリン裂いたので攻めます。で端前止めてトルネードで、ゴブリンだけでディガーはほぼ完封されちゃうので、よいしょ。それまでは、ディガーを飛ばしたくはない。で、ロケ打つ瞬間に、また多分端前、来るね。来るね、これ。これ、ホグ確実に一発でいいかな。あの、低めの位置で確実にね、一発は受けるものの、一発だけで抑えるっていう。これ大事ですね。ホグ受けちゃうんですけど、一発で抑えて、あとロケット圏内。よいしょ、オッケー。というわけでグッドゲームですね、これは。ちょっと危なかったですね。危なかったですけども。はい、まあ、ホグとかには結構相性いいのかもしれないですね。相手のダメージ確実に抑えれて、ロケットでね、削れると。いった感じです。はい、これなんかね、結構上にいるんですよ。TV とか見たときに、そう、これですね、これとか、多分ね、結構、あ、これ、とか結構いるんですよ。マルチ上位になんで、使いこなせればね、上までいけるんじゃないかなと思います。というわけで、よければ、使ってみてください。はい、といったところで、まあ、本日はこんな感じで終わろうかなと思います。土日ね、最近2本あげてます。金曜も2本あげたかな。で、土曜日も2本あげて、今日日曜日もね、これ2本目かな。はい、2本上がってると思うので、ぜひね、たくさん動画あげてるね、そちらも、見てみてください。またね、ちょっといろんな動画出していきたいと思うので、よければ、チャンネル登録とね、高評価の方もよろしくお願いします。では、ご視聴ありがとうございました。お疲れ様。